はい、フリージア賞ということでですね、土曜日の東京9レース3歳1勝クラス芝 2000m の、その予想をしていきたいと思います。秘密化してくれます総数8位でございます。まあ、このレースね、まあ、よくよく考えてみなくても分かると思うんですが、そう、東京ですけどね、芝 2000m 戦ってことで、まあ、そっか、弥生賞スプリングステークスだと距離短縮になるからね、弥生賞とかその辺使って、うん、まあ今回ね、今週の東京と阪神の3歳1勝クラスのレースっていうのは、まあ、クラシック路線への予選の予選みたいな感じですよね。ここ勝ってトライアル、まあ、ここ上位で抽選にかけてなってもね、トライアルへというようなところから皐月賞本番へと大事なレースです。こんな感じでいきたいと思います。軸は10番ジェイパームス、まあ、鞍上もね、ジョアン・モレイラ、まあシャーリーシャールズ・スパイト、東京ね、フェブラリーステークスに出てくるってことで、まあ、この週末は、そこに乗りに来る外国人騎手、まあ、乗れるということで手配をしてですね、まあ、前走3着から、まあ、距離延長がプラスアルファになり得るというのと、まあ、名手を確保というところでね、軸でいきたいと思います。そして1番のジェモロジー、想定5番人気、まあ、勝ち上がりに4戦を要しましたが、この馬もね、まあ、ハービンジャー3区ですから長い距離の方がいいだろうということで入れておきましょう。まあ、そして2番シリアルノベル想定7番人気、まあ、新馬勝ち、まあ、2戦目も掲示板は確保してますし、まあ、祖母ダイワスカーレットってことでね、まあ、ここらで一皮向けてくれれば、まあ、ワンチャンこの後あんのかなということで狙っていきたいと思います。そして4番サス剣想定1番人気、前走2戦目で勝ち上がり、まあ、休養を挟んで東京ということで、東京と狙って使ってきたハーツクライ3区、まあ、キム鉄のとこだからね、そんなに応援っていう感じじゃないんで、まあ、紐まででいきたいと思います。まあ、そして7番のマキシ、まあ、前走ね、勝ち上がりは2戦目になりましたが、変わり身を見せました。まあ、ラキシス3区ってことでね、まあ、両決ですから、まあ、ここもね、一遍そのまま期待してですね、これを紐に入れておいて、今回はまあこんな感じで狙ってみようかななんていうふうに思っております。まあ、そんなわけでね、フェブラリーステークスの関連で動画1本、ショート動画2本、合計3つですね、メインチャンネル、フェガム TV の方で上がってます。その他はこちらメインのね、フェガムスポーツの方でちょろちょろとやってきますので、まあ、それぞれね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。